パルビーズ・メシュカティアンは、イランの音楽家、作曲家、研究者、テヘラン大学で講師も務めていた。ニーシャープール出身。テヘラン芸術大学に入学し、音楽理論を学び、ラディーフを、ムアリ・ボルマンド、ダーシュ・ソフバット、マハミド・トギー・マスジェー、メディバーク・エシュリーといった優れた音楽家に支持する。特にミルザー・アブドッラーのサントゥールとセタールのための、ラディーフを、 集中的に研究した。1977年に結成された、アレフアンサンブルの創立者の一人である。またシェイダーアンサンブルの設立にも参加した。そして現代ラン音楽の発展に大きく貢献した、チャバッシュアーティスティックカルチュラルファンデーションの設立者の一人でもある。ヨーロッパとアジアで定期的にツアーを行い、フランス、ドイツ、イギリス、スウェーデン、 オランダ、デンマークといった国々で演奏を行った。1982年の春には、サントゥールのための20の曲集を発行した。1992年の春に、イギリスで開催された、スピリット・オブ・ザ・アース・フェスティバルでは、メシカティアンとアレフ・アンサンブルは一等賞を得た。メシカティアンとモハンマドレザー・シャジャリアンの共演は、現代ペルシア伝統音楽の中で最も美しい。 演奏と称えられ、レコーディングが実現したものもある。作曲家と研究者としての活動を続ける傍ら、テヘラン大学で音楽の教鞭を取った。2009年9月21日、心臓発作のためテヘランで死去した。ありがとうございます。